まずここに魚を乗せます。でここに来てですね、ここで重さを測ります。で同時にですね、ここからずっと行って魚の長さを測る。そこのところから用意スタートで測定が開始されます。で魚がこうやってきますよね。で検出器がこの下にザーッと並んでるんです。自分の検出器の範囲内に魚がいるかどうかっていうのを探します。と魚がいたらですね、その魚にガンマ線来ましたよっていうのを教えます。だからセシウムのガンマ線だけを取り出して、でそれからですね、放射能を計算します。でベクレルを出します。でベクレルを出したらば、次にあそこで測った重さを割ります。ベクレルパーキログラムを出して、でここに出ますと、出るとこれが50ベクレル以下だとこっちにストーンともいっちゃう、100以上だと あっちに行っちゃって、50から100はこっちに降りるというふうにして分けられるようになって、この大津港のですね、まあ、いろんな魚があったんですけど、それどん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 チェックして、この大津港が賑やかになっていけばいいなと思っておりますね。はい、皆さんとこ行きますよ。どんぐらいかな。これも大丈夫ですね。はい、ちょっと不安だね。50の手前で、たらば安心でとあそこ素通りしんだったけど、何もわかんねえで他の人に測ってもらって、これを大丈夫だっていうことはどこにもないと、自分たちらが確かめて、自分たちらが、そしてその魚は大丈夫だよってい いうことはこれは当然だと私はそう思ってる。水産関係また行政の絆が生まれて、ますます安心安全な日本の美味しい海産物、これが日本だけじゃなくて世界の消費者に PR できる大きな一助となる、そういう施設だと思いますので、この存在を多くの方に知っていただいて、安心して扱うお店も増えて食べる人も増えてほしいなと、そのために PR も含めてこれからも風評被害の払拭に向けて全力で頑張っていきたいと思います。この危機の導入により市民や県民、ひいては国民に対し、本県で水揚げされる水産物が安全であると全国に発信することができるものと期待しているところであります。これを近いにね、まあないところもあるんでね、これを近いにこれで検査どうのこのとなればね、それなりの船も入ってくると思うし、漁港っていうのもつながると思うんで、いいことがあると思います。一つ頑張ってほしいと思います。まあ、我々としてはまず放射能性物質の徹底した検査をきちっとして、安全なものを出していく、それを心がけていく、でまた合わせてですね、安全なものですよということをその PR をどんどん進めていって、本県産水産、特にこの茨城、北茨城関係のところですね、そのお魚が皆さんに安心して食べていただける、そういう努力をしていきたいというふうに思っています。